室蘭新道は、北海道室蘭市にある国道36号のバイパス道路。和西母連環は、北海道口で最初の自動車専用道路であり、日本国内で初となる通行料無料の自動車専用道路として開通した。車線数は、日の出母連環が4車線、母恋中央長官は6車線となる。なお、室蘭新道として整備した山手町。 中央長官は、現在北海道道699号室蘭港線になっている。昭和40年代、自動車の増加に伴う室蘭市内の道路混雑が顕著となっていた。当時、蘭東地区と企業や観光庁、商店が集中する蘭西地区の動脈は国道1本のみで、1971年6月の和西町の交通量は4万台。 日を超えており、東室蘭室蘭中央間、約 8km の移動に約1時間かかるなど、生活や物流に大きな支障が出ていた。このような状況から、バイパス道路の必要性が高まり、第6次道路整備後可燃計画で、室蘭振動の着工が決定した。平成22年度の24時間交通量は34,002台。ありがとうございます。